そもそも我々がこの国会に議席を置かせていただいている主要な要因として、 NHK の委託業者による営業の訪問員が時に強引、時に暴力的な方法で契約や受信料を迫っていたという背景があります。訪問営業による被害というものは NHK に限らないことであり、大変有識問題であります。訪問営業の問題の重要な側面として、社会的弱者を巧みに狙っているというものがあります。その中でご高齢の方々のお宅からの相談が我々 NHK 党にこれまで数多く寄せられました。ご高齢の方々となると認知機能の低下はある程度致し方ない面があります。本来放送受信機、つまりテレビを持っていなければ NHK と契約の必要はないわけですが、認知機能が落ちた方はたとえテレビをお持ちでなくても NHK 訪問員による営業に対してしっかり判断できず契約させられてしまう問題があるわけです。そこで岸田総理にお聞きします。認知機能の低下した高齢者宅に NHK をはじめとした訪問営業が行われて、本来不要な契約が結ばれていることに関する総理の見解を伺いたいと思います。寺田総務大臣、お答えをさせていただきます。今ご質問の NHK のこの訪問営業活動、今年度のですね、令和4年度 NHK 収支予算に対する総務大臣意見においてですね、受信契約の干渉の業務の適正を確保しなさい、そしてそのことについて不断の点検見直しを行うことなどを求めております。で、 NHK においてはこうしたこの総務大臣意見を十分に踏まえて、不要な契約がですね、締結をされる、特にご指摘のようなですね、この事案がないようにですね、適正なこの訪問営業活動を行っていただきたいと考えております。なお今現在 NHK ではですね、訪問によらない営業へのシフトを進めております。これによって苦情の件数は以前より減少しているものと承知をいたしております。浜田聡君。はい、ありがとうございます。訪問営業がなくなるという方針に関しては我々 NHK 党の功績が大きいと考えております。ご報告ありがとうございます。またご高齢の方々、少々申し上げにくいことでございますが、その先の寿命が若い方よりも限られているという現実があります。ここで NHK の悪質さを指摘させていただきたいのですが、 NHK は単身世帯の方がお亡くなりになった後もその方の銀行口座から受信料を引き落とし続け、ご遺族の方々が気づいて解約手続きをする場合にも、その解約に NHK が及び腰という相談、我々に寄せられております。そこでお聞きします。お亡くなりになった単身世帯での受信料が引き落とされ続け、 NHK はご遺族の解約手続きに及び腰という現状に関する見解を伺いたいと思います。寺田総務大臣。お答えをいたします。ご指摘のこの死亡後にですね、この受信料が引き落としがされてしまう、そうしたケースも私も報告を受けております。で、 NHK のですね、この受信規約によりますと、受信契約の解約は原則契約者が届け出により行うとなっておりますが、ご指摘のように死亡の場合はですね、ご本人が届け出ることはもちろんできません。したがってこの受信契約を要しないことが確認できた場合には直ちに解約に応ずる、そしてこの過払いがもしそれによって生じた場合にはその分の返金に応ずるということといたしておりまして、 NHK はこの受信契約に基づいた適切な対応がなされるようにですね、担当者への講習なども行っていると聞いております。しっかりと NHK に対応していただくよう指導してまいります。浜田聡君。はい、寺田大臣の指導よろしくお願いいたします。 NHK はそのウェブサイト上においてですね、死亡後の解約手続きなどの説明ページを作るべきだと申し上げて次に行きます。このようにご高齢の方々が NHK 受信料を払い続ける必要がある社会というものが大きな問題があるのではないかと考えます。そこで提案です。いっそのことですね、ご高齢の方々、つまりですね、年金受給者の方々への NHK 受信料の支払いを免除してみてはいかがでしょうか。これを導入することで、ご高齢の方々が必要のない契約を防げる可能性がありますし、お亡くなりになった方から受信料が引き落とされ続けるという件数を効率的に減らすことができます。ご高齢の方々が抱える NHK 受信料の問題を解決できるいいアイデアだと自負しております。この提案に関するご見解を伺います。寺田総務大臣。お答えをいたします。NHK のこの受信料の免除についてはですね、放送法の64条の規定がございます。 NHK からのこの申請に基づき、
総務大臣がそれを認可をするという仕組みになっておりまして、現在極めて限定的にですね、一定の要件に合致した被災者あるいはこの生活保護受給者などに限定をしております。したがいまして、このためお尋ねの点についてはですね、あまねく広く国民にご負担をいただくこの受信料制度の趣旨も踏まえ、まずは NHK において適切にご判断いただきたい、そのように考えております。浜田聡君。はい、年金受給者の NHK 受信料免除、この提案はご高齢の方々が抱える数多くの問題を解決する方法であると自負しております。我々参院選では、当初ではゼロ議席と予想されながらも、この公約を最前面に掲げて1議席獲得して政党要件を維持していることを再確認していただければと思います。引き続きご検討いただけますと幸いです。さて、我々 NHK 党はご高齢の方々のみならず、すべての年代におきまして NHK に受信料を支払わない方々を全力で応援しております。さまざまな問題を指摘されながらも、なかなか是正しない NHK という組織はその資金源を絶って潰してしまおうというのが我々の狙いでございます。勘違いしてほしくないのは、我々は公共放送の存在を否定しているわけではありません。公共放送は必要だけれども、現在の NHK にその役目は果たせていない、だからぶっ壊すべきだと考えているわけでございます。次に、非課税世帯と同じく、いわゆる社会的弱者として、ご高齢の方々、そして認知症の方々、お亡くなりになった方々への配慮を NHK にお願いしたいという観点から質問させていただきます。今後、委託業者による訪問営業全廃される方針とはいうものの、今後も NHK 社員による訪問営業などが続く方針であると認識しております。現状においても、訪問営業によるご高齢の方々への被害は以前に比べて減ったというものの存在をしております。特にご高齢の方々の中でも、認知症の方々への訪問でのトラブルは大きな問題です。受信機をお持ちでない、したがって NHK との契約が必要でない認知症の方のお宅へ訪問して契約を迫ったというご家族からの相談が我々に寄せられております。また、お亡くなりになった方の世帯でも大きな問題があります。それは、お亡くなりになった単身世帯での受信料が引き落とされ続けるというケースについて我々は相談を受けています。先ほど申し上げたように、 NHK 解約のためにはふれあいセンターへの電話が必要なのですが、その電話がつながりにくいという現状もありますし、またたとえつながったとしても NHK がご遺族の解約手続きに及び腰というとんでもない現状があります。そこで NHK へ提案です。これらの現状から、年金受給者のですね、 NHK 受信料は免除することで、これらの問題を予防することが合理的だと考えます。年金受給者の NHK 受信料を免除することに関するご見解を伺いたいと思います。稲葉会長。この問題もなかなか難しい問題でございます。年金受給者の受信料を免除すべきとのご指摘でございますけれども、年金受給者の経済的な状況というのは、それぞれ大きく異なるもののように見えますので、年金受給者というだけで一律に免除するというのは、その受信料の公平負担の考え方にはそぐわないのではないかというふうに考えられます。またその際、さまざまな解約などのお問い合わせに対しては、受信規約に基づいてより適切に対応するよう努めていかなければいけないというふうに思います。はい、年金受給者の受信料免除については、昨年の参議院選挙、我々の重要公約であります。これで民意をいただいてですね、我々国政政党としての政党要件をクリアするほどには多くの票をいただいていることを会長にはご理解いただきたいと思います。繰り返しになりますが、弱者への配慮ができるかどうかという点で、 NHK にとって真の公共放送としての信頼を高めるチャンスであることをご利用いただきたいと思います。